この高ささ、パラシュート開けると思う？おお。スタイリッシュパラシュートできたよ。ふっ。こんにちは。ちょっと敵の車両をスルーするからよろしくね。もう俺今キーコンしてるから何も見てないよ。え？ああ。あれはテントです。よいしょっと。俺のドラテクでかいくぐる。どっから行くね。 後ろから追ってきてる。追ってきてる。あ、多分追いつかないな。あれ？あれ敵いるじゃん。本当だ。おお。ああ。隠れろ隠れろ。ちょっと目の前にいるって。何を言うか、攻撃などしてないだろ。新たなロケーション。あ、後ろからも来てる。後ろ？あ、本当だ。後ろやんないとまずくね。OK。あ、もう一人いるわ。やって。あ、違う違う違う。あ、オッケーオッえ？ケー。ああ。機銃についちゃった。OK、このまんま。あの二人はもうやっちゃいたいな。やっちゃおうか。これがスパンとやっちゃおうか。ほれ。はい。はい。待て待て待て。逃げろ逃げろ逃げろ。ドローンかこれ。ウルフだウルフ。ああ、来んな来んな。逃げろ逃げろ。見つかった。走れ。走れ、とにかく。あ、邪魔さ。めんどくさいな、もう。走れ走れ。あの赤い木叩かれてるとこやばいのかな。フレアか。そうそうそう。イノシシみたいなやつ。これナイトビジョンもジャミングされちゃうんだ。めんどくさ。ナイトビジョンねえけど。で、敵じゃ。この車もらおう。あ、待って、後ろのこれめっちゃ取れてんだけど。早く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 。調査。はいはいはい。調査。早く乗って、早く乗って、早く乗って。いい押してんだ、俺。いい、めっちゃいい押してる。早く早く。いい押してる。早く。だっていい押したらなんか手下に。いやー、やめて。ああ。ああああああ。ちょっとこれむずいな。ああ。もう嫌になっちゃう。めっちゃむずいな、これ。だ。TPS でいいか。あれって TPS 指定ならねえ。あ、この状態じゃ FPS 指定しかできないやつ。どんまい。もう目的地に着いてるんだけどさ。いや、もうドローンは降りて壊すか。はい。目的地だぞ。素材。行ってこれ何？ー。ん？なんかね、この本当ガママークみたいな。あ、つかなんか落ちてるじゃん。あ、つか武器とか。だ。ああ、ただの焚き火だ。なんだ。ビワークの設営？なんだそれ。あ、ムービー入った。ここをキャンプ地とする。あれ、俺グラサンつけてたのに外しちゃってんじゃん。え、ああ、クラフトとか。なるほどね。こういうの設営していろいろできると。へまあ今はいいや。あ、すごいシュールだな。
そっちのキャラクター黄昏れてるけど、うん、あこれ双方がビバーク終了しないと閉じれないんだわ。はあちょっと待って、チュートリアル出てきた。ビバーク終了まで片付けるってやつか。うんそうそうそう。テレレン、ああ、常にキャンプ立てておけばいいのに。あっ、ちょっとちょっとちょっと何がしたいんだよ。いやいや、W を押そうと思ったらE を刺さったの。またキャンプチとするじゃん。ワイパーの鏡。ああ。いやもうこれさ、ダメでしょ。行くぞ。出てきた瞬間いい押せんのダメだから。はい入るぞ。ああ。おい、レッドクイーン。ホワイトラビット。ノマドか。ジョサイア、やれやれ、お前が生きてて何よりだ。そっちの班は他に？数人だが総崩れだ。ったく、この任務は失敗だな。ジョサイア、ウォーカーがいた。これは奴の仕業だ。なんだって？ウォーカー中佐だ。コールウォーカーがここに？俺たちの敵？そんなバカな。え、選択肢が出るだと？なんだこれ？出ちゃったね。俺そっちに合わせるわ、とりあえず。ウォーカーは裏切ったでいいや。うん。奴は裏切った。それで仲間たちが死んだ。義務と名誉はもはや過去の話ってか。お前の考えは。輸送艦を沈めたのはウォーカーか、あるいは共謀者の誰かだろうな。見てくれ。沈没させたのは情報調査。ジョイススケールの日記。これ調査を完了するってしちゃっていいやつ？うん。かな。ジェイススケールが沈めたのか。ああ。ここで起きたことは何もかもスケールのせいだ。俺はスケールを追う。スケールテックの社員と会った。事情を聞こう。こっちは生存者を探す。デルタ地点で合流しよう。いいだろう。の。新しい展開。わからないこといっぱいだよ。シュルツと話す。
この島から出る方法はない。ヘリを墜落した謎の存在は何人たりとも島から出さないために容赦なく人を殺す。グリーンストーン作戦を継続しアウロアを奪還しなければならない。はい、これか。まあ武器は今これで問題はないし、あ、クレートが、おお、 LMG だ。ああ、そこになんかあったね。 LMG 装備しよう。あとはなんか、この辺はもうためらいなくどんどん解体しちゃうか。クラフト、あ、さっきのキャンプか。クラフトはどうせパーツがあればね、いくらでもクラフトはできるんでしょう、おそらく。ステルス能力を上げようかな。よし、OK。 あら、 LMG これサプレッサーがないね。もしくは作んなきゃいけないのかな。ランボはしねえ。あ、行くぞ。あ、はい、なんだこの車。わからん。サファリパークでも行くの。それは思った。これサファリパークをね、走ってるトラックだよね。おっと、おお、とっ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 と、ボロンと聞かれたってレベルじゃねえ。お、お疲れさんです。センティネルさん、びっくりマーク。まあまあまあ、何事でもない。ここ果てな、あ、なんかいっぱいあるやん、ここ武器とか。なんか多分クエストとかで来ることになるんじゃない、製品版とかでは。険しいな、おい。あこのまんま登ってきゃいいのかな、おそらくは。あれ、ん、何ヘリだ、敵の。あ、これ回避のしようがないな。回避のしようがないな。え、どうしようもねえ。あ、どうしようもねえな。あれでも機銃を撃ってくるヘリというわけでもないのか、あれ。うわー、撃ってくるじゃん。撃ってくるじゃん。敵の車両じゃん。いや、でもどうしようもないんだよ。どうしようもないんだよな。今無力だからね。あ、来てる。いや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 。早いとこね、目的地をね、一直線で目指したいんだけどね。よいしょ。あと 700m。 お、あ、そこか。あれ、これ山の向こう側だね。はぁ。あのヘリなんだってんだよ。あー、うざいな。とりあえずさっき飛行機あったからあれでもいいけど。確かに。お、あ、あ、あ、これダメージ食らうんだな、割と。あれ、ああ、ちょ、どんだけ転がり落ちる。いって、めっちゃ落ちてんじゃん。治療する。あれ、ロボ、ロボ、よし。お、パラシュートは手に入れたんだっけ。パラシュート、手に入れたよ、うん、あ、オッケー。パラシュートってスペースキー、デスキー、そっちは知らねえ。まあ、その辺かなんか、まあ、なんか出るんじゃね。いい加減ね、いい加減っていうかね、ワイルドランズの時はパク語りに、ほい、ヘリって言えば、よこしてくれたけどね。
まあそうにもいかないから、ね、もうヘイシリーのノリで出るもの。いかにねパク語り有能だったか。あ、なんだあいつ、面白い動きをする兵士、等加速度運動をしてる兵士がいてる。等加速度スライドでもしてたの。してた。ゲイ、あ、さっさと行きましょう。あれ生きてる。あ、死んだ。これあれだ、野生動物とか倒してもなんかそういう専用のストだ。待って、なんだ、あ、ゴロ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 、ちょ、最悪最悪最悪。あ、やった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 。あ、メス。おや、まだいんの。あ、もう何狙われてんのかわかんない。早く行こう。何何何、ヘリだよ、めんどくせ。あ、ヘリか。待って、あれあれじゃ離陸しても撃たれちゃうな。 LMG で落とすか。お、おぉ、わお。あれ素材とか落ちてたり。素材大好きか。あんな、あんな炎上してるものからなんかまともな素材が取れるもんか。スクラップくらいでさ。あ、行くぞい。無限に使えるやついいな、回復、回復。これどうやって離陸すりゃいいの。知らない。ちょっと待って、いろいろ装備あるからちょっと拾わせて。はい、カタカタターン。いくよい。多分まっすぐ、おい、俺相変わらずこういう飛行機嫌いなんだよな。操作難しそう。うん、難しい。難しいしさ、これ絶対滑走路も何もねえよ、この目的地。もう絶対ね、こんなとこあるわけねえ。なんか崖切り崩したみたいな。もうこれはね、高度をね上げてパラシュート開くしかないっすね。いけるんじゃないこれ。いけるか。え、じゃあ真上あたり来たら。オッケー。え、ゴー。おい。仲良しかよ。仲良しかよ。おい。危ない危ない。よいしょ。ここにいる？あれ？これ、もう一段下じゃないかな。この斜面で滑るのめっちゃ鬱陶しい。もうちょっと頑張って。ちょっとね、高低差があるから分かりにくいかもね、この辺。エレフォンに入ろう。エレフォン。これ多分エレフォンの中のことを言ってるな。下に洞窟みたいなのがさっき見えたよ。そうだそうだ、洞窟なんかあったよね。うん、エレフォンに入らないといけないのに俺らはわざわざエレフォンのてっぺんに来てしまった。てっぺん。エレフォンに飛行機ごと突っ込むよかった。いや、破壊しに行くのか。エレフォン過激派か。ただいまんすよ、バーン。ハウルの動きしろみたいなね、あの飛行機飛行機で。マルクル、ただいまみたいな感じで行くのね。あったな、そんなシーン。マジこの高ささ、パラシュート開けると思う。おお、スタイリッシュパラシュートできたよ。ふっ、あれ。あ、待って、何、乱暴の限りを尽くす。あー、こういうことはできん。
え、蘇生させてくれよ、運ばずに。え、そう、ちょっと待って。回復、いい。あれ、俺、裏世界見えてるから、俺、今。いや。俺裏す…あー起きた起きた、あ、え、お、いや、いや埋まってる、死んだとこに戻ってくる、埋まってんの、あ、埋まってる、え、埋まってる、埋まってる、いや、ベータやべえけど、ベータやべ、あ、ちょっと、あ、あ、あ、もう少し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 、俺普通に地面に立ってるよ、もう、あ、もう、なんか言う、あ、よし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 、生まれた。なんか愉快なことしてたの。まあ、いや、ベータなんだなって感じだわ、もう。いや、ベータっつってもね、もう俺、発売数日前だけどね。実は。ようやく着いた。ちょっと拠点にしちゃね、まあ、目立たないようにしておかないとね、ぶっ殺されちゃうから、こういう作りなんだろうけどね。あ、待てよ。全然気に求めてなかったけどさ、うん、ファストトラベルあんのかな。ワイルドランドできたね。そういえば、うん、できないとやばいだろ。できないとやばいね。さあ、とりあえずお話ししようかな。まあいいや。まず浜辺の連中は戻ったか。生存者のことか。あの船には赤ん坊の頃から知っている奴もいた。歩き始める瞬間だって見た。手は尽くした。尽くしただと。軍艦はどうなったんだ。海兵隊は。あったのは海岸に流れ着いた死体と放置された歩兵、それだけだろうが。松、この歩兵にみんな助けられたんだ。あ、娘もね。無視できないよ。分かってる。だがまだ足りない。この状況ではな。諦めるな。ヒル総長と合流できた。これからジェイス・スケルを追う。奴を抑えればドローンを奪えるはずだ。待ってくれ。これがジェイスの仕業だって。違うよ。彼は親友だ。いい奴だよ。島を乗っ取ったのはセンティネルだ。来てくれ。証拠を見せる。今すぐやるべきことがある。こっちには長期戦の備えがない。頼んでいいか。分かった。だがまずはスケルからだ。おい、証拠見せてくれるみたいだけど。フォックスと話す。ああ、100メートルのところ。オッケー。俺たちがありもしない情報のためにね、ステルスをしてたがせいでね。ありもしない情報。お話が全然進まないよ。本当よね。ここか。うん。なんかこのちょっと豪華なこのコンテナというか、なんというか。きれいだな。うん。お話しようよ。ボックス、それで。いいか、これはジェイスの仕業じゃないよ。内通者だ。送ってくれたんだ、動画を。センティネルのトップが映っている。南の海岸は波がクソ荒いな。下品だぞ。なんだ。ストーンは下品な兵士を罰するのか。直接聞け。ギブソン大将、
コールマン大将、ちょうど会いたいところだった。ストーンさん、下出る作戦は大成功を収めた。島の通信網は完全に遮断されている。警備用ドローンも稼働中だ。ミズ・ピューリが市民の心をつかもうとしている間、トラブルメーカーを排除してもらいたい。コールマン大将、ホームステッダーを制圧してくれ。早速試してみたい最新技術があります。素晴らしい。ギブソン隊長はテロリストの女が率いるアウトキャストの大将、君の作戦区域だ。数は少ない。見つけ出し潰せ。あの、収容施設の準備は？収容じゃない、潰すのだ。南太平洋はいいだろう。海風に運ばれるジャスミンの香り、サバンナのようだ。君たちも楽しんでこい。それとゴーストを見つけたら射殺しろ。絶対ジェイスのわけがないって。いいか、それでも奴は島を奪われ、輸送艦を沈めたのは事実だ。俺はまだ奴に聞きたいことがある。奴が何か鍵を握っているはずだ。ああ、分かったよ。丘の向こうに家がある。ドアコードは120386だ。ただ、彼の話も聞いてやってくれ。